なるほど。でもその中でよ、うん、目に留まったピッチャー誰？いや僕はもう今年の推しはオリックスの斎藤京介、ほう、佐伯、川瀬、中田、斎藤、佐藤かって言ってるんですよ。育成、あと4人は川瀬って俺、そうそう、ソフトバンクの川瀬の弟ね。おここら辺が誰が出てくる、まあ、ちょ枠が2つしかないんで、オリックスは試合下が多いんで、だから全員が出てくることないですけど、ここら辺の誰かが出てくるんちゃうかっていうところ。